1分でわかるオンドゥル語。オンドゥル語とは2004年から2005年にかけて放送されていた特撮番組仮面ライダーブレイドに登場する俳優陣の滑舌の悪さから生まれた空耳です。仮面ライダーブレイド第1話では主人公である剣崎一馬が敵に襲われている際に助太刀もせずに傍観している仮面ライダーギャレン立花さんに向かって本当に裏切ったんですかと叫ぶシーンがあります。そのセリフが滑舌が悪いせいでオンドゥル裏切ったんですかと聞こえてしまいます。それ以降剣崎一馬だけでなく仮面ライダーブレイドに出演する俳優陣が発する滑舌の悪いセリフは全て半角カタカナのオンドゥル語として字幕になり、有名なものでは俺の体はボドボドだ、嘘だどんどこどーん、俺はクサムをむっ殺すなどがあり、アスキーアートや様々なネタ画像が作られ、主人公の剣崎はオンドゥル星人と呼ばれることになってしまいました。1分でわかるオーズ最強フォーム論争。2010年仮面ライダーオーズという特撮番組が放送されます。仮面ライダーオーズは主人公の日野英二とグリードであるアンクが人の欲望から生まれる大メダルを使って戦う仮面ライダーで、大メダルは色を揃えることでコンボとなり、より強いフォームになることができます。仮面ライダーにはそれぞれ最終フォームがあり、それらは作中に登場する全てのフォームよりも強くなっているのですが、仮面ライダーオーズでは相棒であるアンクのコンボ、タジャドルコンボと恐竜系コンボであるプトティラコンボ、そして映画で登場するスーパータトバコンボの3つのうちどれが最強なのか、最終フォームなのかで意見が割れてしまいます。タジャドルコンボは相棒であるアンクのコアメダルのコンボであり、2人の絆が合わさったタジャドルコンボこそ最強で最終フォームなのではという声が上がります。様々な意見が交わされた結果、最高コンボはタジャドル、最終コンボはプトティラ、最強コンボはスーパータトバということで、オーズ最強フォーム論争は幕を閉じました。1分でわかるガタキリバコンボ予算高すぎ問題。ガタキリバコンボとは2010年放送の特撮番組仮面ライダーオーズの強化フォームであり、クワガタ、カマキリ、バッタのメダルで変身します。ガタキリバコンボの能力は分身することであり、自身の分身を最大50体まで出すことができます。これらの分身は CG による合成で作られているのですが、全員が同じ動きをしておらず、一体ずつ撮影し、分身一人一人が別々の動きをするというとても手間のかかる処理がされています。そのためガタキリバの分身が登場するだけで1000万円以上の費用がかかってしまうため、そう何回もガタキリバを登場させるわけにはいかず、本編での登場はわずか2回のみになってしまいます。視聴者からは予算ガタガタガタキリバや1ガタキリバイコール1000万円、怪人には勝てるが予算には勝てないフォームとネタにされてしまいました。